医療改革なんて大風呂敷広げて何もできへんかった。あら、今日はどうしたの？でも後悔はしてへんで、あんたに出会えたから。相変わらず口説き文句は上手ね、スピーチと違って。上に行く男の政治家ってごまするお友達と二世議員ばかり。断れば派閥作って権力闘争、国民のこと本当に思ってる政治家なんて一人もいないわ。官僚が書いた脚本に大根役者が踊っとる。そんな今の政治舞台変えてくれ。